よかったね監督よかったね磯村君よかったねそばに しばらくいただきます。たくさんのカメラさんにお越しいただいてます。本日は4名の皆様にお越しいただきました。皆さんこんにちは、倍賞千恵子です。今日はこんなにたくさんの皆さんに来ていただいてとっても嬉しく思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、プラン75に携わる市役所職員岡部博夢を演じられました磯村勇斗さんです。磯村です。昨日公開を迎えまして、今日は舞台挨拶ということでたくさんの方に集まっていただき本当に嬉しく思います。短い時間ですけれども、本日はよろしくお願いいたします。びっくりしてます。本当にいろんな国で上映されることになったんですね。よかったね監督よかったねよかったねね、すごく嬉しく思っております。はい、ありがとうございます。磯村さんはいかがですか、気持ち。そう、もうとても嬉しいことですね。やっぱり日本の作品がこういったテーマ性を持っていながらもやっぱ海外に、ね、しっかりと届くことができるというのはとてもありがたいことですし、本当にこういう作品がどんどんやっぱ増えていくといいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。監督キャストの皆様をどうぞ大きな拍手でお見送りください。